はい、おはようございます。スタントを褒めする適正会社です。はい、東海市の散歩7回目でございます。今日の舞台はこちら大池公園ですね。ちょっと分かりにくいですか。はいはい、大池公園でございます。大池公園ですね。今何をしているかというと、大池公園、におります。といっても入り口なんですが、はい、変わりゆく大池公園でございます。どういうふうに変わったかというと、こっちは普通変わってませんね。ほら、ああいったものができたんですね。あと誰かわからない謎の施設、管理事務所ですかね。大高社は第二駐車場へ。こんなものは、てかこれは昔からあったんですね。この辺りもほらこんな風に変わっちゃったんですね。昔なじみのものは何一つないんですから。で今自分は何してるか、昔と今 を見比べて考え、今の、なんていうか、まあ、大池公園の過去と現在について語っております。変わっちゃいましたね。ほら、昔あんな風にスッキリしてなかったんですよ、入り口も。そしてモニュメントもあんなにでかくなかったんですよね。もっとこじんまりとした感じだったんですが、今あんな風に変わっちゃいましたね。すごいですね。まあこんな感じですね。でこの辺りはもうすぐどんぐり がたくさん落ちてくる場所になるんですね。はい、7階への散歩ですね。でこの辺りには昔は下バスが走ってたんですね。今は廃止になっちゃいましたけど、でその代替案としてランランバスが走っております。でランランバスというのはどういうものかというと、もうすぐ見えますよ。はい、こんな感じのものでございます。暑いですね。はい、公園内は昔と変わってないんですけどね、何も変わっておりません。で、この辺りで語れることといえば、まあ大きな図書館があることぐらいですかね。あ、花もありますね。といってもちょっとしおれてるかな。はい、しおれてますね。周りには何もないですね。あと終戦施設はまあお店があるぐらいです。ちゃんですね。はい、以上です。で、まあ語れることはこんなことぐらいですかね。はい、それでは、これを持ちまして、東海市7回目の散歩を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。